はい、皆さんこんにちは、柳下と申します。本日はですね、昨日から放送開始された日本テレビ系水曜日のドラマ、私たちはどうかしている初回の、感想と、考察、解説はあんまないですけどね、感想と考察をですねしていければと思っております。初回放送なので、なんていうんですかね、こう確かに謎解きとかミステリー的な要素はあるんですけれども、まだまだ始まったばっかりですので、一応その原作含めてですね、私が一応今回目を通せた範疇での、お話と、で原作もですね、これまだ完結していないので、つまりネタバレしようにもこうできない部分もありますので、そういった意味で、今回このドラマ第1話見た上で第2話以降予告とかを見た以上により楽しみに皆さんが思っていただける、もしくはまだドラマ見ていない方にちょっと見てみようかなっていうふうにですね思っていただけるようなことを目的というか、それを目標にですね本日お話ししていければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。でですね、第1話なんですけれども、まずじゃあ私たちはどうかしている、そもそもちょっとどういう設定なのっていうのを、ご覧になられた方は分かるっちゃ分かると思うんですけども、一応整理をしておきます。これはですね、主演はちょっと戻しますけれども、主演はもうこの浜辺美波さんと横浜流星さんなんですけれども、この2人がですね15年前、老舗和菓子屋の、若旦那がですね何者かに殺害されてしまいます。これが要は横浜流星さん演じる、椿という人物のお父さんなんですけれども、何者かに殺害されてしまうと。でその横浜流星さん演じる椿の子供の頃ですけども、子供の頃の、証言から、女性職人、住み込みで働いてた女性職人が、容疑者だという形で、逮捕されてしまうと。でこの女性職人っていうのは、浜辺美波さん演じる直の、お母さんであったという話でございます。それによってですね、住み込みで働いていたので、ある意味なんか幼馴染というか一つ屋根の下で2人とも、長く暮らしていたわけですけども、その日を、境にですね、なおは身寄りがいなくなって、施設に預けられる形になって、ずっと、この15年間孤独に耐えながら、生きてきたというような感じでございます。で、その2人が離れたんですけれども、15年経ってですね、そこからストーリーは最初始まったんですけれども、まさかの再会を果たすことになってしまい、で第1話では、いろいろなことがありまして、まさかの結婚をするというような話になりました。でここからどうなるのと、もちろんあれですよ、お互い愛し合って結婚とかじゃないですよ、お互いその目的があるわけなんですけれども、政略結婚というかこう共犯結婚みたいな感じになっていたんですけれども、そこからいろいろなですねミステリーが多分2点3点していくんだろうなという期待を持たせて第1話は終了となりました。で、人物相関図ですね、ホームページ見ると結構縦長のですね大きい壮大なものがあるんですけれども、今の話で重要なところはこの上部ここの部分になります。主演はですね、横浜流星さんと浜辺美波さん、一応ダブル主演ではあるんですけども、第1話を見る感じだと浜辺美波さんが視点で物語が始まって、で対等に描かれつつ、でも視点はこっちのこの直という人物が視点なんだなという感じでございました。でこの、若旦那と先代当主がですね、亡くなって、誰かに殺されてしまって刺し傷があったわけですけれども、でその、場を見たと言っていた椿がですね、お母さんである京子に誰がいたのそこにって言ったら、このお母さんがそこにいたのを見たよっていうふうに言って、それの証言をもとに警察に逮捕をされてしまうと。で、まだ結局その原作も結末が分かってないので真相は分からないんですけども、多分やってないんですよ。多分やってなくて、ドラマ的にもそうじゃない。多分やってないんですよ。他に真犯人はいるんですよ。いるんですけれども、多分その無実を晴らそうとする途中だから、多分隅から隅までちゃんと弁護士が有能で調べたら無実証明できたのかもしれないけれども、取り調べ中に亡くなっちゃってるんですよ。だから裁判も何もする前の結構早い段階で、多分捕まってすぐぐらいに亡くなっちゃっているので、結果的になんかもう殺した犯人でそのまんま、むしろ謎も何もなく終わったというような感じになってしまっていると。だけれども、違うと思うわけですよ。違うと思うわけなので、さあどうなんのっていう話がですね、このドラマで展開されるという感じでございます。なんで、そのミステリー要素が中心というか、我々視聴者のその興味を引きながらですね、多分最終回まで突き進んでいくんですけれども、それと同時に和菓子の世界、
まあ、ちょっとですね、こう昼ドラ的なドロドロ感もあるんで、それも魅力的、もしくは嫌いという思う方もいるかもしれないですけど、私なんかすげえ魅力的だなと思っていて、まあ、そこの面白さと、あとやっぱり第1話見ていて思ったのが、とにかく映像がすごく綺麗でした。これはその和菓子的な綺麗さと、あとまあロケ地はですね、いろんなとこ使ってると思うんですけど、一番石川県金沢市を舞台にしておりますので、まあ、そういったその、私も金沢はですね、まあ、1回しか行ったことないんですけれども、新幹線の時から行って、非常にまあ好きなところ、まあ、東茶屋街とかね、いいところなので、まあ、そういった描写とかもあってですね、まあ、その美しさも堪能できる。あとそのまあ、主人公2人も美しいじゃないですか。なのでその辺もあってですね、非常に魅力的な第1話と感じた次第でございます。で、まあ、第1話で描かれたことを一応整理、多分これご覧になれた方も一応これを見ておくと整理できると思うんですけれども、まあ、物語は浜辺美波さん演じる直、まあ、椿はですね、昔からあだ名でさくらって呼んでいたんですけれども、直視点で物語は進んでいきます。そしてその後、まあ、15年前に起きたその殺害事件で目撃証言から、直のお母さんがですね、まあ、捕まってしまったっていうエピソードが描かれました。で、そんな後ですね、まあ、直は、孤独に一人で、まあ、ずっと生き抜いてき、たということが描かれて、まあ、でも和菓子職人を目指して、まあ、結構普通に認められるぐらいの、能力というかですね、まあ、腕は持った若手、菓子職人というふうになっているという感じでございます。で、和菓子の魅力とそれへの思いっていうのが描かれていて、これがすごくまあ素敵だなというか思いました。まあ、ミステリー要素だけだったら、結局わざわざこの、なんていうんだろう、和菓子屋を舞台にする必要性もないので、和菓子屋が舞台、私あんまりこう和菓子屋普通になんか、何と何と何が好きとかいうレベルで、全然なんか、なんていうんだろう、普段通ってるような和菓子屋さんとかも別にないわけです。コンビニでちょっと買ったりとか、デパートたまに行って買うぐらいしかないんですけれども、その和菓子一つ一つには、その加盟って言って、そのお菓子、なんていうんだろう、こう、要はコンセプトがちゃんと込められていると。例えばその、羊羹の中に栗が入っているのは、栗がその月を表しているとか、なんかそういった話とかもあったので、あ、なるほどなというふうに、思いまして、あんまりそういうとこ私、むしろ全く知識がなかったので、そういった勉強もですね、まあ、このドラマを通してできそうだなっていう期待というか、まあ、第1話の時点で結構そこがあったので、今後もそこが楽しみなところですね。で、まずそのお菓子を結構主人公2人を中心にまあ愛しているので、お菓子に対して。なんでそれっていうのは、まあ、確かにその菓子職人っていう世界はまあ小さい世界、小さい世界っていうかその市場的にはね、小さい世界だし、それに従事している人って日本人としては本当に一握りかもしれないけれども、でもその自分が好きなものに対して熱を込めて仕事に邁進する、全うするっていう一面も多分描かれるので、なんかプロフェッショナル的な部分っていうか、そういった部分というかその仕事に一生懸命という部分で社会人の方で刺激を受ける方もいるんじゃないかなというふうに思う次第でございました。で、今回はその2人の再会と突然の結婚が描かれるんですけれども、一応まあ第1話の時点では、なおは相手が椿である、つまり自分のお母さんを、殺人犯にまあ仕立て上げた、一応仕立て上げた人物だってことに気づいてはいるんですけれども、椿の方、横浜流星さん演じる椿の方は、なおがその昔一緒に、まあ、要は子供の頃に一緒に遊んだ相手、つまり容疑者だって言ったお母さんの娘だってことには気づいてないっぽいんですよね、第一話の時点では。なので、だけれども、まあ、2人はですね、突然の結婚を、まあ、お互い利害関係がいろいろ利害が一致したので結婚するという形になりましたっていう展開で見ていくと、まあなかなかなんか昼ドラ的な展開だし、結構ですね、SNS とか見てると、まあ大半は高評価。やっぱりその浜辺美波さんとか横浜流星さんのファンの方を中心にまあ見ているっていうのもあって、SNS は結構高評価が多いんですけれども、このドラマに限らず、ドラマの実況をよくされている SNS アカウントの方の間だと、まあまあ不評でしたね、昨日見ていて。ああそういう視点もあるのかって、むしろ私は勉強になったし、で、要は好き嫌いはね、人それぞれだから、半沢直樹のこと大嫌いっていう人も別にこの世にいるぐらいだから、全然それは構わないんですけれども、まあなかなかその辺は賛否ありつつ、ドラマファンの間ではやっぱりこのちょっと現実感がちょっとないっていうところ、まあ例えばこれあるから半沢直樹の動画でも言ったんですけど、なんか現実感、リアリティにこだわる人最近多いんですよね。だから今回で言うと、そのちっちゃい子供のあの人が犯人だよの一言で警察連れていくかっていう、まあ、ツッコミをされている層が、まあ、一定量いて、で、あとはそのこんな昼ドラ的な世界今時ねえだろ、令和の時代にこんな世界はあるわけねえだろっていうリアリティに突っ込んでる人もいて、
ていたので、いいんですよ、別にその、要は違和感をね、心の中で感じちゃったわけだから、例えば時代劇見て、じゃあ、麒麟が来るを見た時にリアリティがないとか言う人、あんまりないと思うんですよ、その当時生きてないから。なんですけれども、まあ、ちょっとなんか昭和の後期感というか、平成初期感というか、その辺のっぽさが、今回のドラマに出てるので、まあなんかちょっとそこに対してこう、カチンと来てる層が、まあ一定量いるんだなっていう風なのはまあ思いました。まあまあまあいいんですけれども、まあでもその辺って結局そのこのドラマのタイトルがそもそも私たちはどうかしているっていうタイトルだし、やっぱりそのどうかしている世界観っていうのを描くので、そのまあ言うならぶっ飛んでる感とか、キルドラ的ドロドロ感、多分来週から水木有沙さん演じるおかみがすげえ意地悪するっぽいですけれども、そういうのとかを多分エンターテインメントとして楽しみながら、そのミステリーアスカンというか原作ですら完結していない真犯人は誰かっていうところに迫っていく、まあ私の動画で言うとそこの考察的なところですよね。だからテセウスの船の最後の考察的な、私はやらなかったですけども、その時はで、あのみんなが盛り上がったような要素が今回あるので、その辺は非常にまあ楽しみだなと思った次第でございます。まあもうちょっと話したいことあるんですけども、ちょっと一旦進みますね。で、まあ第1話見た上で、私個人としてこのドラマは期待が持てると思いました。もちろん不安要素もありますけれども、非常に期待が持てると思いましたので、ちょっとその辺見どころ、こういうところが私の視点でいくと魅力的だから皆さんもどうですかっていう形でちょっと話をさせていただきたいと思います。まずですね、原作は私は昨日の第1話を、テレビで鑑賞した後に一気に Kindle でバカンって買って読みました。なので、あの読んだ後にずっこけたんですよ。もう完結してねえみたいな感じでずっこけたんですけれども、でも面白かったです。面白かった、すごい面白かったんですけども、まあ、第一、結構 SNS も言ってる方がいて、私も思ったのが、非常に原作に忠実に今回第1話スタートしたんですよ。なので結構そのぶっ飛んでるリアリティ感がないっていうのは、ある意味その原作のエッセンスはいい意味でうまくそのまんま現実世界に持ってきてるからこそ、そのリアリティがないっていうツッコミも入る。逆に言うと、その要はそこって要はもうさじ加減というか、どっちを選ぶかじゃないですか。その漫画というか、漫画でも、まあ、小説でもいいんですけど、まあ、原作があって、その原作を映像として、まあ、不特定多数の視聴者に届ける上で、あえてがっつり変えて、そのまあいい感じに見せるっていうのも一つの手で、原作のエッセンスをそのまま持ってきて原作に忠実にすることで、まあ、クオリティとしてはもちろんいいものをお届けするっていうのもあって、まあ、今回後者を取ったわけですよね。なので、まあ、原作に忠実なので、忠実じゃないってところで文句言う方もいますけれども、そこはすごい逆に私個人としては今後だから、そのある意味原作を冒涜せずにちゃんと地に足つけて、脚色するところは脚色して、で原作で描かれてない部分は描いてっていう形で、非常に真摯に作られていく感があったので、そのワクワク感、そしてまあ原作未完結なので、そのまあお父さんを殺した犯人が分かっていないっていう意味で、誰なの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 っていうその謎解きワクワク感があって、そこは非常に魅力的だなっていうふうに思いました。で、真犯人は誰っていう謎解き要素は、連続ドラマっていう特性上、つまり、まあ、週に1回しか放送されないので、放送されて、でまあ多分最後に、普通のドラマだったら多分毎回今度そのドラマにちょっとずつその真犯人の要素とか伏線、もしくは我々視聴者がミスリードするような偽の伏線みたいなのも用意することによって、この伏線によると多分この人が怪しくなってくるとか、ここだとこうあれ違ったとか、そういう楽しみ方、まあ、ある意味言ってしまえば、言葉を選ばないで言えば視聴者が振り回されるっていうのはむしろ楽しいですよね、見てる側からしたら。もちろん最後に失望するような展開があったら全部崩れちゃいますけれども、そこで犯人がちゃんと出てきたら、うわそういうことかっていう感じの、そのなんて言うんだろう、うわっていうのが最後に味わえんじゃないかなっていう、ちょっと今期待感を非常に持っています。まあ、テセウスの船の、まあ、最後の真犯人もそうだし、まあ、結構前になるけれども、あのドラマシリーズ第1弾の篠原涼子さん主演のアンフェア、まあ、最後に、まあ、真犯人が出てきましたよね。安藤言っちゃいましたけど、安藤が実は真犯人だったんですよ。ああいうその衝撃感っていうのがぜひ欲しいなっていうふうに思う次第でございます。
外でセミと子供が賑やかだな。まあいいや、ちょっといろんな声が入ってると思いますけれども、続けさせていただきます。で、狭く深い異世界でのドロドロ感。まあこれは要は言ってしまえばリアリティがないっていうふうに、まあ文句を言う方のポイントでもあると思うんですけれども、まあその老舗和菓子屋で昔からのしきたりが残っていて、結婚するなら政略結婚みたいな感じとか、いや今時そんなのあんのっていう思う方もいるかもしれないんですけども、そういったも異世界、言ってしまえばその我々って言ってもあくまでも私からしたら全然その要は、関わることがないようなその老舗和菓子のそのしきたりの世界っていうのはない、私の親戚で普通なんで、それないので、そういったその異世界でのドロドロ話っていうのはむしろ見どころだなと思いました。だから私からしたら現実と切り離してこのドラマむしろ見れるからこそ、謎解き要素だったりとかそのドロドロ感っていうのもドラマとしてむしろ楽しめるなっていうところがありました。で、心の変化とジレンマ、まあ要はその浜辺美波さん演じる直っていうのは椿のことを憎んでるわけですよね。自分のお母さん殺人犯に仕立て上げられちゃったわけだから、なんですけれども、だけれども、まあ、一緒にその結婚するってこと、もちろんその要はその光月庵っていう和菓子屋に潜入したいっていう意味はあるんですけれども、まあ結婚するっていうことを取ったら、どうもまあ第2話以降、あと原作を見てもその心の中にある椿への憎しみと同時に、なんかこう、まあ、愛情じゃないけど、なんか自然と憎んでるけど惹かれる部分、それは男性としてね、惹かれる部分っていうのも出てくるっていう、その心の変化、これ椿は椿で途中でその、まあ、なおであることを多分ドラマでは気づくことになると思うんですけれども、まあその辺のその心の変化と、心の変化をしたけども心の中に一つの気持ちが宿ってんじゃなくて、憎しみと愛情が、だから愛憎とでも言うんですかね、そのがこう入り混じる感じ、その心境の変化っていうのが多分第一話を見る感じだと、まあもともとその浜辺美波さんも横浜流星さんも演技も非常に素晴らしい、まあ今までのね過去作とか見て演技も素晴らしい方なので、そういった部分が多分結構目の動きであったりとか表情一つ仕草一つで結構見えてくるんじゃないかなと思うので、浜辺美波さんなんかすごく上手かったですよ。その目のその瞳孔の開き方とか、その変になんか動揺するにしても動揺しすぎない感じとか、まあちょっと赤の色にトラマ持ってたりとかはありますけれども、でもそういったその自然とした演技で楽しませてくれるんだろうなっていうのは非常に見どころだなって思いました。で、これは第1話の時点でも感じたんですけども、老舗とつくもろもろ各会社さんであるとか組織への皮肉が効いてるなって思いました。今回は光月庵っていう、まあ、和菓子屋さんが舞台ですけれども、まあ、光月庵もですね、もともと先代というか今までのその歴史の中において非常にその和菓子のまあ作るスキル、ノウハウであるとか、またお客様との信頼関係、まあ、資金的な面含めて、積み重ねてきたわけだけれども、結構ここ数年はそのもうなんかそこからこう言ってしまえば全盛期から落ちぶれていって、でも全盛期は全盛期ですごい老舗で超上まで行ったから、その下り坂ではあるけど全然別に倒産するような状況下にはないわけなので、その過去の栄光にこうすがりついて、まあ、なんとかやっている、まあ言ってしまえば過去の遺産を今生きてる人間で食い潰しているみたいな感じのですね、まあ、皮肉が効いていたので、これは老舗とつく企業への皮肉がで面白かったなと思いました。なんとなくその横浜流星さんとかが演じるその椿とかが雨の中の土下座のシーンとかでもそういうようなこと言ってましたけれども、その瞬間私の中では言わないですけども3つぐらい企業が頭に浮かんだんですよ。あるある、確かにその最近業績すごい悪いわけじゃないけれども、何十年か前にはもっとすごい大きい企業で、そのそこからこう転げ落ちてはないけれども、本当にその遺産で今なんか特にもう一回復興することもなくやってる企業あるよなと。これエンタメの話じゃなくてね、そのいろんな企業で私が関係してない企業とかで、まあ、要は普通に世の中を見ていてそういう企業あるなっていうふうに思ったので、まあ、その辺の皮肉聞いてたのは面白かったなと。でもその中において、まあ、椿なんかは変えたいっていうふうに思っているので、その企業自体を揶揄とかその別にねって連れてるわけじゃなくて、まあ、上の方はそういうのにすごいつがりついてる人いるけれども、まあ、下で頑張ってる人がいるって言って、まあ、社会ってそういうもんだよなっていうのをなんか、まあ、半沢直樹の東京中央銀行なんか似たようなもんですけれども、それをまあ思った次第でございます。で、和菓子の美しさっていうのはこれはもう第1話の時点でも明確にすごく美しかったので、多分第2話以降に関してもここのところはですね、毎回その学びがあるんじゃないかなと。まあ、様々なお菓子、そしてその、お菓子の加盟という、そのなぜそのお菓子ができたのか、まあ、そのお菓子に込められた思い、職人の思いであるとか、まあ、詩的なものっていうのは何なのかっていう学びをですね、多分今後もですね、いろいろと得ることができるので、その辺私みたいに無知な人間からすると非常に、新鮮な世界観で楽しかったというふうに思いましたね。で、これですね、
浜辺美波さんと横浜流星さんはですね、もうこれは褒め言葉じゃないのかもしれない。美しすぎる。もうね、見てても思った方多くないですけども、9割方の方が思ったと思うんですけども、いや美しすぎますよ、この2人は。本当に美しい。まあお名前もね、本名ですからね、これお二人とも。浜辺の美しい波に横浜の流れ星ですよ。すごいですよね。もうだからなんか完璧なキャスティング、主役2人っていうのがあって、なんか第1話だとキスシーンもありましたけれども、まあ美しい、まあ美しい、本当になんか第2話以降もそういった部分でですね、なんか横浜流星さん、私すごい好きな俳優さんなんですよ。要は同性としてその憧れるかっこよさっていうのが、憧れる人、私別に真似できるわけないですけれども、まあ、でもそういうそのかっこよさがあるので、まあ素敵だなと思って。浜辺美波さんも要はいろんな表情をいろんなドラマ、まあ映画で見せてきたじゃないですか。なので、まあ、今回なんか多分ほとんど笑わない役なので、まあ、例えばその竹内涼真さんと出演されていた映画の先生君主とかだと、むしろ逆の超ぶっ飛び女子高生役でしたけれども、まあ、そういったその違いとかギャップも今回あってですね、非常にまあある意味2人の硬派な演技を今回は楽しめるのがいいなと思いました。で、第1話だと少ししか出てきませんでしたけれども、水木有沙さん演じるですね、おかみが、水木有沙さんも公言している通りキャリア初の悪役になります。もうなんだよ、もう嫁姑の嫌な姑の全てのエッセンスを、この全日本全世界全時代のその嫌な姑感のエッセンスを全てこう詰め込めたようなお上になりますので、原作読むとね。なのでその辺の来週以降非常に見ものだなというふうに思います。ヒルドラ的な要素っていうのはそういうところで、これもだから魅力なんですよ。魅力として楽しむべきだなと思いました。で、あと中村ゆりさんの、中村ゆりさんというのは浜辺美波さん演じる奈緒のお母さんですね、のかわいそうな役続く問題ですね。これは例えばパーフェクトワールドとか、有名なのだと保険の CM で、一応あれは多分見た感じ多分シングルマザーだと思うんですけども、病気の宣告されて、でうちのママは世界一ですっていう感じのこう作文を子供が読んで涙流すっていう感動的な CM ありますけども、なんかこう殺光、いや幸が薄い、殺光、薄い幸です、薄い幸の殺光感っていうのが中村ゆりさんにはすごくこう褒め言葉ですけども、なんかあるので、うん、今回もその完全にもう冤罪でね、連れてかれて取り調べ中に死んじゃうっていう、もう何の救いもない役なので、まあ、その辺見事ですよ。キャスティングとして見事だけど、またかわいそうな役やってるみたいな感じにちょっと思っちゃいましたね。はい。で、あと最後、これはなんか一見ディスってるんですけど、ちゃんと聞いてくださいね。ディスってませんからね。当てにならない人物相関図っていうのがあって、これは原作を読むと非常に思いました。原作通りに全部が全部進むとは思わないんですけれども、おそらくですね、要はこの図ですね。これが一応全体の人物相関図になるんですけれども。当てにならないでしょ、全然。さっき言った通り、その要はね、殺された犯人に仕立て上げられたとかっていう人物相関図としては、別に正解ではあるんですけれども、変わります。で、これ以上言うとネタバレになるから、気になる方は原作読んでいただくか、第2話か第3話ぐらいまでいったら私もネタバレの話もしますよ。っていうのは、その第2話以降どういう展開になるかまだわからないから、原作との違いとかが。今日は言わないですけれども、まあ、とりあえずこの人物相関図は、めちゃめちゃ変わります。そんな変わるってぐらい変わるんですよ。いや、例えばですよ、もちろん人物ももうちょっと増えると思います。人物も、まあ、多分このしおりの姉、妹か、ん、姉、姉か、は妹、妹だ、妹とかも出てくるし、うん、例えばそのこの小料理屋の小料理屋のおかみなんかどこにも何にも矢印がついてないけどここにいるわけじゃないですか。なのでなんでとか思うわけじゃないですか。だからそういった部分とかもあるし、まあ、とにかくめちゃめちゃ変わるんですよ。もうネタバレ、原作で明かされてる部分だけ見てもびっくりするぐらいこの人物相関図が変わるので、第1話が終わった時点ではまあこういう感じなんで、第1話の時点での復習として人物相関図は参考になるけれども、この人物相関図を暗記した状態というか、むしろそれが崩れない前提でドラマを見ると混乱するかもしれませんので、変わるんだ楽しみぐらいに多分思っておくと一番楽しめると思います。まあ一応全体としてはこんなとこですね、今回話したいところで。そうそうそう、でさっきちょっと話した後のまあ
結構ドラマとかを多くご覧になっていて、まあこのドラマに限らず、まあ、半沢直樹からさまざまな、まあ、ドラマのですね、まあ、考察だったりとか、まあ、感想をですねツイートされて、ツイッターのユーザーの方が、まあ、何名かというか結構有名な方何名かいらっしゃいますけども、で私ですね結構、まあ、勉強になるのでそういう方のツイートたまに見るんですけども、結構私がまあ好きで見ている方の 3,4 名がですね、今回このまあドラマ見た後に非常にこう不安視してました。別になんかなんて言うんだろう、ちゃんと論理的にというか、こうこうこうでここがちょっとこれはどうなのとか、またあとはリアリティがないって言ってる方もいましたが、まあそこはでももうそういうものなんでいいと思うんですけれども、でそういう方々の根幹にあるのが何かっていうと、まあ全員が全員じゃないですけども、このドラマ今日から俺はじゃない、あなたの番ですのスタッフと一部被ってるんですね。ってなった時に、まあ、あなたの番ですは、その一応ちゃんと最後犯人がね、まあ、分かりましたけれども、まあ、黒島ちゃんでしたけれども、まあ、そこに対して賛否があったことと、あとその、まあ、ドラマの最後の時ところに謎が残る終わり方、要はその車椅子かなんかにあなたの番ですって張り紙があるとか、であと詳細はスピンオフは Hulu でみたいな感じで Hulu 誘導型のマーケティングだったりとか、そういったところでちょっと顰蹙は正直結構多くの方に買っていたので、そういったその演出云々のその先の部分の不安視をされてるんじゃないかなと思いました。まあ、あとはその第1話の時点でも、まあ、感じられてた方が何名かいらっしゃるみたいなんですけど、要はその過剰に謎解き要素で SNS を盛り上げる戦略を盛り込むことによって、演出的に実際ストーリーテイング的に必要のないなんとなく怪しいシーンとか、まあ、ちょっと過剰な演出だったりとかっていうのが第1話から見受けられたって言ってる方とかもいたので、私はあんまり気にならなかった。普通になんか全体的に美しくて面白いし今後楽しみだなぐらいしか思わなかったんですけれども、まあ、そういう風な意見もあるので、あんまり確かにそこの不安視するのは分かるなと思いました。だから私の考えというか、私がその切り口、その理論に立って私が考えるのであれば、怖いのが多分最終回までいい感じに謎を引っ張ってくれて、真犯人の部分はね、外のセミがうるせえな、まあいいや、その引っ張って最後に真犯人はこの人ですで一定の何かちゃんと結末は出ると思うんですけれども、じゃあその細かいエピソードは Hulu でとか、やっぱそうなっちゃうと、もしくはその部分的に煮え切らない謎が 2,3 個残ってる続きは Hulu でとか、確かにそれ来ちゃうと嫌だなっていうふうには思っているので、そこの不安視はあります。ただあなたの番ですと私たちはどうかしているで根本的な違いは、あなたの番ですは、まあ、秋元康さん原作で、そのマーケティングの側面、それは Hulu への誘導、ビジネスですからね、ビジネス含めて、Hulu の誘導ビジネス、誘導戦略含めて、原作なしで多分最初からパッケージングで展開を決められていたと思うんですけども、今回原作があるので、そうすると、もちろんね、脚色することは原作権を取得した上で、まあ、ある程度自由っちゃ自由だと思うんですけれども、まあ、第1話で原作に忠実に来ていたし、原作に対する尊重というか、それをちゃんと大切にする感っていうのは第1話で現れていたので大丈夫かなとは思ってます。ただそういうその今ちょっと言ったようなHulu絡みが出てくるとめんどくせえなと思います。まあスピンオフとかも今回ないようなので、そういった意味で不安しあんまないけどな、どうでしょうというところですね。でコロナ禍の心配はわからないです。横浜流星さん新型コロナウイルス一回感染しちゃって現場ストップしたみたいですけれども、まあ、今も復帰されてますけどね。ですけれども、まあ、なんとなくそのホームページの、メイキングというか制作現場のレポとか SNS とか見ていても、6月の初旬ぐらいから撮影していたっぽいんですよね。要は緊急事態宣言明けから。なので、結構撮り終えてるんじゃないかなと思われますので、そうするとここからまあ3ヶ月間ドラマは、まあ10話ぐらいと10話か11話って考えたら3ヶ月あるので、まあなんか途中で止まるようなことはそんなに起きないんじゃない、現場レベルでは。まあ8月この現場が今戻ってる状態だったらなんとかなんじゃないかなというふうには思っております。まあそこはでももう世の中の情勢なのでわからないので、そこはもう別にこのね私たちはどうかしているに限らず、まあ様々な映画であるとかドラマとかがね、まあ着実に進んで、視聴者のもとに届けられることを願うしかないかなと思う次第でございます。
という感じで、もうとにかくですね、まあ、第1話の時点でだから、まあ、はっきりしない部分が正直多いので、まあ、ただそのこの人物相関図がですね結構ぐじぐじ変わっていくというふうに原作を読む限り期待できましたので楽しみです。まあ、とにかくビジュアル的にすごくいいので、その辺をベースにですね、私としては楽しみたいと思いますし、考察部分っていうのも私もやっていきます。来週から真犯人は実際どうなんだっていうのを、話をしていこうと思ってます。例えば、原作のネタバレを含む部分に関しては動画の最後の10分ぐらいに絞ってそこまでネタバレしないとか、そういった形でですね、まあ、構成を考えながら、まあ、半沢直樹の前回の動画、第4話の動画なんかでもそういう形取りましたけれども、そういう風にしてですね、ネタバレしたくないで普通にドラマと一緒に今後展開を見ていきたい方に楽しんでいただいた上で、ネタバレ要素として原作読んでる方とかネタバレ構わないって方向けに、そのプラスアルファを来週からお届けしていければと思いますので、ぜひ、楽しみにしていてください。ちなみに現時点では13巻までの原作を見た上では、私は犯人はわからないです。わかんないですね。まだわかんない。うん。ただ多分、まあ、第2話以降で原作、あ、第2話以降で普通にドラマを見ていて一番怪しいと思う人が犯人であることはないと思います。これはまあ様々なドラマとかでもそうですけれども、まあ、一番怪しいと思う方は多分第2話を見ていくと多分多くの方が同じ意見になると思うんですけども、多分その人は犯人じゃないんだろうなっていうふうには思いつつ、そこから先の謎解きが非常に楽しみなんで、ああでもないこうでもない外しながら楽しんで3ヶ月間ですね、こちらの考察も楽しんでいければと思いますので、ぜひ、このドラマですねご覧になっていただいている方はですね、ドラマの最終回までこの動画もぜひお付き合いいただければと思います。考察要素があるので、もし、ある程度需要があるようでしたら YouTube ライブとかもチャレンジしてみたいと思いますので、ぜひどうぞよろしくお願いいたします。本日もご覧いただきましてありがとうございました。それでは。